評論家、評論家、評論家とは評論を仕事にしているもののことである。批評家とも言う。評論家あるいは批評家とは評論や批評を仕事としているもの、つまり評論や批評をすることで金銭を受け取っているもののことである。欧米ではアートや文学の批評家をクリティックスと呼び、社会問題や政治問題に対してマスメディアで 自分の解釈や意見を述べるような日本で言う、評論家は、パンディット、もしくはポリティカルコメンテーター、と呼ばれる。著名なパンディットには、FOX ニュースのビル・オレイリーや、MSNBC のクリスマス・シューズ、レイチェル・マドー作家のアン・コールターなどがいる。特に現代思想、哲学などにおいては、評論家ではなく、批評家と呼ぶ傾向がある。 批評クリティックの項目も参照されたい。評論家と批評家の区別について議論がある。参照、加藤のりひろ、僕が批評家になったわけなど。またスポーツでは評論家と解説者の区別は概して曖昧であり、過去には相撲分野でマスメディアが記者クラブ所属で解説を行った相撲専門記者に相撲評論家という肩書をつけたことで、 日本相撲協会とマスメディア各社の間で小ささからぬ問題に発展し事例もある。評論家は多くの場合、ある特定の分野だけを評論活動の対象としている。が、思想家や哲学者が対象を限定せず広く批評、評論活動をすることもしばしばある。評論家が対象とする事物には特に制限があるわけではなく、文学、政治、 経済、言語など、あらゆる事物が評論の対象になる。そのため、毎年のように、新しい肩書きの評論家が登場してくる。評論の手法は、研究対象などによって異なる。政治評論家が、政治アナリストと名乗っても問題はないし、経済評論家がしばしば、エコノミストを自称するなど、特定の分野でのみ使われる別名もある。さらには、 文化人と総称される場合、論客やオピニオンリーダーとして紹介される場合もある。経済評論家などでは、大学教授やシンクタンク研究員などのポストを持っていることが多く、この場合、経済評論家よりも教授や研究員を名乗ることもある。報道番組のワイド消化によって、専門分野以外のコメントを求められることも多く、コメンテーターとの区別は難しくなっている。 例えば、スポーツニュースで取り上げるスポーツの数だけ評論家を用意することが困難である場合、メインの評論家である元野球選手や、元力士型マイナーなスポーツでもコメントを求められることがある。また、主に、マスメディアなどにおいては、評論活動をしていても、評論家ではなく、有識者という表現を用いる場合がある。例えば、 当該の分野に対してその道の専門家さえ下を巻くほどの極めて高度な学術的専門知識を持つ人物であったり、別分野であっても高い社会的ステータスを持つ人物が評論活動を行う場合なである。また、外部の評論家であっても、業界団体や政府、行政が設置した諮問機関に招整した場合には、同様に有識者、学識経験者などと称されることがある。 評論は欧米においては、個人が物事をどう捉えるか、把握するか、判定するかを表明するものであったのであり、日本にも近代になり欧米への評論が流入した。やがて、技術的に有用な多くの知見を持つことになったものが、それを社会へ提供、還元するものという面が強くなり、評論家の存在が全面に出てくるようになった。 フリーランスジャーナリストなどのライターが、このように自称する場合が多い。例として、小林義則は漫画家、水間正則は芸術家出身。全く畑違いの日本近代史を論じている。多くはその分野の真の意味での専門家、プロフェッショナル以下、プロではない。本当のプロ、あるいはプロとして一定の業績を上げてリタイアした人物であれば、 相応の肩書きがあり、評論家を自称する必要がない。例えば、中曽根康弘や塩川正十郎の衆議院、議員引退後の活動は、政治評論そのものだが、彼らが政治評論家と自称することはないし、その必要もない。プロ野球分野における、野村克也の楽天監督退任後のマスコミにおける、活動も、また同様である。執事には、 以下のようなものが多い。評論家になるうで紹介されている14人の評論家の出自は、出版編集関係6人、テレビラジオ関係5人であり、もともと何らかの形で、マスメディアに関与していた、関与しようとしていた者が差は、特に元専門家、プロという出自の評論家については、マスメディアからの仕事を受けたことで、マスメディアによって、 評論家という肩書きをつけられたものが少なからず見られる。ただし、評論家になろうという署名の趣旨から言えば、まず一流の専門家になってその後に評論家になるルートよりも、マスメディアに乗って、そこから評論家になるルートの方が優先して、掲載れるのは自然ではある。評論家にとって、マスメディアは必要不可欠の存在である。文字媒体、新聞、雑誌、書籍、 インターネットなどやラジオ、テレビなどのメディア抜きでは、号としての評論家は成り立たない。またメディアの側も評論家を必要としている。メディアは放送番組や記事、広告としての形式や内容を成立させるために、評論家の知識や信頼感を利用する。生放送などで台本を用意できない場合、特定の分野について、多くの専門知識や最新情報を有し、その知識、 経験を踏まえて解説、意見をアドリブで話すことができる評論家は重宝される。評論家の解説、意見の責任は基本的には評論家に期するものである。台本を用意しないことでメディアは大きな責任を回避することができる。特にテレビの場合、評論家は画面の中にいるだけで一定の信頼感を醸成することができる。放送局、 番組制作会社にとっては便利な存在である。そのため、昨今ではメディアによって評論家が蘇生乱造されている。業界団体、職能団体として日本評論家協会がある。文芸評論家が作家に準ずる存在として扱われる場合がある。評論文それ自体が後世に至り一種の文学作品として扱われることもある。ほとんどの分野では、 ある段階では言語を活用するものの、最終的には何らかの物質の次元での現実化、実証、あるいは体を使っての実行というものが重んじられている。ところが、文学の分野では、生み出されるものが文字や言葉、あるいは観念ばかりである。つまり、他の分野のようには、対象となる作品と評論の境界がはっきりしているわけではないからである。だが、 他の分野で真の専門家と評論家が同等には扱われないように、やはり文芸評論家は、作家等とは同列には扱われない場合の方が多い。評論家の活動は、対象とする分野の発展や研究に寄与することも、あるが、一方で、その評論の内容次第では、対象分野の発展を阻害するような事態も起こしうる。例えば、評論家が一定の実力、 すなわち社会的影響力の強さを持つようになると、それを悪用して本来高水準である作品を低く評価したり、作者と評論家の交友関係や相性、あるいはジャンルの好き嫌い、すなわち評論家のごく個人的な思考や価値観によって、特定の作家や作品について、不当に低い評価や過剰に高い評価を下すという事態も発生する様になる。評論である以上、 自身の試験、感想や意見をその文言に盛り込むのは当然ではあり、また評論家の権利と言えるが、客観性が著しく欠如した不当な評価を繰り返した場合、その評価を下した評論家自身が正しい判断のできない評論家としてその権威と説得力を喪失してしまうこともある。例えば、映画評論家のお杉は、同項目でもあるように作品や俳優に対して、 極端好き嫌いがはっきりしている人物であり、それが評論内容にも顕著に現れるため、その批評姿勢については他の同業評論家等からも批判を受けている。また、その世界の人気者として知られる特定の人物や団体を激しく攻撃、非難することで評論の世界で名を売ったり、さらには一方では業界内部で実験を持つ特定の人物や団体を持ち上げ続けて、 好関係を持つなどの手法で評論家がその業界に影響力を及ぼそうとするケースすら見られる。例としては昭和期の落語評論家の安藤鶴尾があり、安藤は新作落語を手掛ける落語家を評論という形で、底的に攻撃、排斥し、一方で古典落語界の権力者である人物はやはり評論で持ち上げ支援し、これにより昭和中期の落語界に 大きな影響力を及ぼした人物であるが、自身が嫌う落語家に対しては、客席で露骨に、干渉拒否の態度を取るなどという嫌がらせにも近い、行為を見せ、他方で5代目、春風亭流章によれば、安藤は、売れて人気が上がる世間からもてはやされる、語家を毛嫌いしており、また、落語評論の世界で名を上げ落語界への影響力を、持つことを目的に、 特定の落語家を標的に選んで計画的に喧嘩を仕掛けているという胸の噂が寄せの楽屋では立てられていたという。同様の例として音楽評論家の宇の広報がいるが、宇のの場合は当時の楽団の帝王ヘルベルト・ホンカライヤンなどを激しく攻撃する位置で日頃批判している演奏家の演奏や録音も評論のためにきちんと聞く姿勢を持っており、 出来が良いと感じれば絶賛するという一面もあったため、安藤のように大きく問題視はされなかった。評論家の言動には、名誉毀損や営業妨害に該当する内容が多分に含まれる場合がある。また、評論を通じて、欠点や弱点の暴露や痛烈な批判を繰り返し改陳することで、批判的な世論を形成したり、対戦競技の場合は、ライバル選手に、 有利な情報をもたらすことで、極論すれば評論家が評論の対象とした人物の職業生命を直接に脅かすことが可能になる場合もある。そのため、時に評論家の言動はその対象とされる側に、とっては単なる目障りを超えて、死活問題にもなることがある。それゆえ、評論内容をめぐって、法律問題、訴訟、告訴などにも発展するケースはまみられ、 評論家や評論を掲載した出版社に損害賠償が命じられる場合もある。上述した安藤鶴尾に至っては評論で通話されたことに激怒した柳谷根太郎に本気で殺し合いの決闘を申し込まれて島、ま、第三者を介して大慌てで詫びを入れ筆法を収めざるを得ない状況に追い込まれたことがある。ワイドショーや討論番組において 十分な根拠のない情報を前提として話を進める場合がある、等の指摘もある。昨今ではインターネットでの情報収集が容易であり、評論家が自身での情報収集を怠ることも、わずかにある。自分で実行しないで他者の行為をあれこれ言うものを、皮肉めかして、評論家と呼ぶ。通常、以下のような観念と結びつけられて理解されることが、多い。 このような態度をシニカルに描いた小説として、筒谷スタの俗物図鑑、各種事象の評論家が登場がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。